イケメンしか働けないカフェに女の子が潜り込んだ。今夜主演の大ヒットラブコメディ。家計を支えるため男のふりをしてカフェで働くヒロイン。そんな彼女に惹かれ、自分が同性愛者なのかと錯覚する今夜のコミカルな演技に話題沸騰。コーヒープリンス1号店、9月11日スタート。